どうも。はい、ここはですね、恵比寿像です。恵比寿に来ました。恵比寿様ですね。はい、ということで恵比寿ぶらり旅の方をやっていきたいと思います。ここはですね、思い出の地、僕が一番最初ですね、ネットビジネスを始めた場所なんですね。懐かしいですね。はい、もうちょっと行ったらですね、一番最初に僕がやってた場所、ここからですね歩いて5分ぐらいのところに事務所あるんですけど、そこでやってましたね。で、あとその恵比寿公園みたいなところがあるんですけど、そこをちょっと行きます。そこでちょっと今日撮影するんで、恵比寿公園ですね。はい、いやー、恵比寿の街もちょっと変わりましたね。恵比寿の街もちょっと変わりましたね。もうちょっとね、昔は静かだったような気がするんですけど、今ちょっとね、お店も少し入ってみたいな。そう。はい、いやー、人が多いですね、東京。もうちょっとで僕、鹿児島帰りますよ。鹿児島もうちょっとで鹿児島帰るんですけどね。前はね、こんなラーメン、二郎ラーメンなんてなかったですからね、前。もうここから歩いて、恵比寿駅から歩いて3分ぐらいですかね。思い出の場所。いや、ここで修行してましたね、修行。はい。で、夜中ね、この恵比寿から渋谷まで、もう疲れ果てて、寝袋生活してましたけど、最初寝袋もなかったですからね、タオルケットに寝てましたから。で、もう泊まり込みでやってて、もうあかんみたいな、もうストレスやべえみたいななった場合、その夜中2時ぐらいに渋谷のビリヤード行くんですよね、そう、ダーツと。で、そこ息抜きしてたんですけど、そう。いやー、懐かしい。僕の初めてネットビジネスね、始めた時のここですね。ここの、今なんかここカランファインみたいな薬局入ってますけど、ここですね。ここの上でやってましたよ。懐かしいな。で、このピーコックがあってね、ピーコックでよく買い物してましたね。ピーコックで。ピーコックの、もうお店も変わっちゃいましたね。ピーコックのなんか2階に食べ放題みたいのがお昼ランチやって、そこでね、めっちゃ食ってましたね。はい。で、ちょっとね、恵比寿公園行きましょうか。僕が何度そこで死にたいなと思ったのかっていうね。そこで動画撮影しますから。そう、東京も今日と明日で終わりですね。はい、いよいよ鹿児島帰りますけど、そう。いやー、今ですね、新宿でちょっと打ち合わせして、動画も撮ってきたんですけど、それはね、もうちょっと後公開ですかね。ちょっとね、いいものを今度、バイナリーオプションのツールなんですけど、それの対談映像をちょっと撮ってきました。それはね、ちょっとね、公開日はもう少し遅らせますけど、そう、なかなかいい感じのやつですね。いやー、暑いですね。暑いや。そう。暑いな。なんかね、東京35度ぐらいありましたわね。
なんかあの新宿行った時35度ぐらいの温度だったんですけど、今日暑かったね。今日暑かったわ。こっちから行こうかな。いやー懐かしいですね。懐かしい。あった公園、公園ありましたよ。僕の憩いの場所、公園、恵比寿公園。ここで何度死にたいと思ったか。マジでここの思い出は深いですね。今日はそこでちょっとね動画撮ろうと思うんですけど、深いなここ、深いっすよ、深い。ここの恵比寿公園はね僕の思い出の場所ですね、マジで。夜中で、そうそう、ここローソンなんですけど、このここのローソンで、ここのローソン、ここにローソンなんですけど、ここのローソンでチューハイを買いまして、チューハイ買って恵比寿公園のブランコでこのチューハイの飲みながら夜空を見上げて死にたいなっていうね思ってた場所ですよ。お、恵比寿公園がちょっと変わってますね。恵比寿公園、恵比寿公園着きました。なんか建物が立ってますね。建物、恵比寿公園です。ここ前なかったんですけど変わってますね。あ、でもブランコはありますね。ブランコは、ブランコはありますね。あ、でもブランコの位置変わってるね。ブランコの位置変わっちゃったわ。ブランコの位置変わっちゃってるね。ブランコの位置変わっちゃいましたね。あー、ブランコの位置変わっちゃいました。ブランコの位置が変わってますね。前はねあそこら辺のあの、あっち側にあったんですけど、今こっち側にありますね。向かいあっち側にあったんですけど、確かブランコの位置が変わったような気がします。あ、そう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 、ここも懐かしいな。そう、一人でね、あと昼飯ね、ここを一人でね来て、そう、カラスさんがいるな。こ、あ、ここだ、ここだね、ここですよ、ここ、ここですよ、まさにここだ、ここ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 ですよ、ここの、ここの、ここの、そうそう、ここの、ここのあそこに座って、まあ、ここら辺かね、それで座って、一人で飯を食うっていうね、そう、ここにこうす。座って一人で飯食ってましたね、こうやってこうやって飯食ってましたね。あー、もう行きたくねーみたいな、午後から行きたくねーなーみたいなね、やってた。懐かしい。ここです、一人で、一人でね、もうまあ事務所で食ってる時もある、もちろん事務所で食ってる時の率の方が高いんですけど、やっぱりもうずっとね会社に泊まりずっといてるんで、しんどくなった時はもう一人でここで瞑想するっていう、ここですね、ここで瞑想してますよ僕。瞑想してました。でたまに鳩が来て、まあ、鳩と友達みたいな、そう、鳩と友達でしたね、これ。懐かしい、懐かしいね。恵比寿公園、マジでこの恵比寿公園マジでね一生忘れないですね。マジで夜中一人来てね、ブランコ座って星眺めてたからね。そうそうそう、恵比寿公園やばいね。はい、ということで、この恵比寿公園でねちょっと、動画の方撮りたいと思います。恵比寿公園、恵比寿公園です。では。